ップのように行きました。おかめ寿司祭今日は休み。この通りのお店はリーズナブルな値段で営業しています。築地場外のお店の中には値段が高いお店があります。動画内でも出ますので、それないだろうなという値段が出てきます。空月さんのいちご大福人気ですね。場外市場で食べ歩きができるのは魅力ですね。なかなか進みません。ダブル外国人の方でいっぱい。トンボ屋さん前すごい行列。あ、築地どんぶり市場3枚。築地館の3もあります。海鮮丼がメインですね。中にもお店がずらりあります。後でここは行きます。ここは種類豊富で悩みますね。牛丼ホルモン丼のきつね屋さん、有名店の一つです。食べたかったけどすごい行列に時間がかかるので今回は諦めます。ラーメン若葉さん、田所食品さん前。たらこが美味しそう。それでは波よけ通りに行きます。この通りには丸竹さんがある通りです。この通りが一番賑やかかも。東京築地黒銀さん前、長蛇の列。築地西通りに行きます。最近は外国人相手のお店が多く、値段も高くなら無難は私の感想からは寿司三昧と寿司さやかな。この先にある寿司屋ざらかで食べた時の感想は、
寿司に紫が塗られていたんですよ。食べた気がしなかった。値段も高かったし、店員さんお接客も悪かった。私はおすすめいたしませんね。和牛十十三枚、値段もバカ高い。文句ばっかり。お値段高め。ごめんなさい。寿司三昧2号店と最悪な接客された寿司屋ざらか4丁目店。どうぞ。はい、いらっしゃいませ。焼きたらば1本2000円高すぎだろう。清村さん、私の感想ですがごめんなさい。後のハマーマー美味しそうだね。ここらは柿を販売しています。それ相当の値段ですね。丸北三枚、休みなのにお客さんから電話が来たがガン無視。値段が外国人価格。こういうふうにお店がある。越前カニ職人、甲羅屋三昧。築地に来たなら安くてうまい店を皆さんも探してくださいね。鳥富士三枚、
衣寿司さん前。この通りには有名なうなぎ屋さん、灰原さんがあります。築地気分さん前。白米ちゃんも美味しい。うなぎ屋さん前、いい匂いがする。うなぎは安いね。はい、提供は峠ドライブ TV YouTube の提供でお送りいたします。丸北さん前、店舗やっておりますよ。はい、水産会社やっております。お兄さんたちどうですか。ねえ、お席が来ましたよ今ね。はい、ここでお昼になりますと、もう満席になりますよ。おいしい回転頑張ってくださいよ。ただいま来ましたよ。どうですか。はい、何名様ですか。どうぞ、大勢様も入れます。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。どうに食べていってください。ただいま来ましたよ。すぐ止まれます。彼の肉食堂三昧。私の感想からすると、呼び込みしてないお店の方が美味しいかと。来た、うなぎの灰原さん前。いい匂いがしています。名店うなぎ屋さん。寿司三昧結構あるね。シラス屋さん前。山本商店さん前。卵ショー築地小路さん前。
清村さんのイカ焼き屋。イカ焼きはここらが安かった。600円。肉干し3枚。ほこらにも宝楽組さんのお店があります。あれ、イライラする。築地コロッケ屋さん前。築地もんじゃコロッケと海鮮もんじゃコロッケ買ったよ。パンコーボールパンさん前。寿司清本店3万円。ここらがおすすめかな。リーズナブルな価格。寿司食うなら安くてうまい店探そう。So that's just to the left, out the door. Suki G8, 3万円.
い星が出てるので、ちょっと、もう少しね、もう目元が見えないんで。抹茶スタンド。コーヒー。いらっしゃい、どうぞ。はい、どうぞ。スケジエド一三前。はい、400円になったしまいだ。ありがとうございます。大宮市がずらり、美味しそうですね。伊勢たらし商店さん。築地魚河岸小田原京都。店内撮影禁止でした。中に入ってみます。サンファラドにあるフードコート魚河岸食堂に向かいます。お外でも食事ができるなんて素晴らしい。
それでは店内に行ってみましょう。築地寿司三昧。この通りはあまりお店がありませんでした。寿司富さん、寿司おまたあぜさん前。このまま行くと波女通りに戻ります。築地コロッケとマルブザーネ厚焼き卵でも買いに行こう。ここなのか、撮影禁止？
築地神楽寿司本店前。コロッケ三昧、もんじゃコロッケが有名みたいですね。どれもお高いですね。あくまで個人的な感想です。美味しい。テレビで築地場外市場は取り上げられていました。外国からの観光客でにぎわっています。ここらはもはや外国。いなり屋さんですけど高い。演出家のテリー伊藤さんの実家です。ここらで厚焼き卵を買いました。
生牡蠣が食べれるそうです。高知高新水産さん前、先ほど言っていた菅野さんのお店に入ってみます。海鮮屋種市さん、この日築地場外市場報道プレスさんが撮影をしていました。丸竹市さんで購入しました。